対談の時間です。今晩はですね、渋谷の神様こと中戸ヒュイットさんにお越しいただきました。中戸さん、今日もよろしくお願いします。はい、どうもこんばんは。SL 有名人の中戸ヒュイットです。あ、忘れました、有名人でした。そう、有名人の中戸さんです。どうもよろしくお願いいたします。まずはですね、いつもあの定番の自己紹介からよろしくお願いします。はい、繰り返しになりますが、SL 有名人の、元ですね、元有名人の、はい、いやいや、もう今でも十分です。はい、いや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 、そうですかね。まあ、スリングというシムを運営させていただいており、まあ、いろんな、まあ、イベントをやっております。はい。なるほど。いや、ね、後ろにもちょっと写真をですね、飾らせていただきましたけど、やはり神様といえば、セカコレみたいな感じで、セカンドライフコレクションとかいろいろなことをされてますけども、じゃあまずはですね、神様が、まあ、SL に降り立った日というわけでもないんですが、まあ、始めた理由というのを簡単に教えていただきたいなと思いますが。そうですね、私も、まあ、もう3年ぐらい経つんですが、はい、ですね、まだ日本人ユーザーもまあ少ない感じですかね。まあ、ジンズさんのアスカとか、はいはい、マグスルさんといえば池袋とか秋葉シムができたばかりの時で、懐かしいですね。懐かしいですね。なんか喋りながら、初めてインした日にですね、はいはい、まあ、あられカフェのあられさんがまだカフェしてない時にそうですね、秋葉で初めて出会って、はい、ここ借りたんですって言いながら、お家の中入れていただいてですね、しばらく経ったら、まあ、カフェになってて、まあね、ニュービーさん の支援で非常に活躍されてますけど、有名ですよね、ね、いいコミュニティ作ってらっしゃって、うん、今確かあれですよね、区長さんかなんかになれたんじゃなかったでしたっけ。そうですね、マグソルさん、マグソルね、はい、なんだっけ、各シムで、そう、選挙かなんかやってました、選挙よくわかんないですけど、いやでも本当にね、なんていうんですか、初心者、人が少ない時になカフェとかにみんなで集まったりとか、みんなで騒いだりとか、まあそういうような時代でしたもんね。でも、そこで神様になっちゃったんですかね。そうですね、私ですから、その渋谷の神様ということで、まあ、リンズさんにもご説明いただいて、メインランドの土地を購入するのか、はい、当時ネコリンクさんが始められてた、そのマグスルというレンタルシムですよね、はい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 、そこで渋谷の土地がまだ始まったばっかりの時で、レンタルを借りるのか迷ったんですが、まあ、まあ、購入というよりは、まあ、とりあえずレンタルしてみようということで、はいはい、そうですね、アカウント作って2日か3日ぐらいだったと思うんですけど、うん、まっすぐ借りてみてですね、でそこでそのなんていうんですかね、このやりたての時ってこうフリー品いっぱいこう拾ってくるので、いや、ね、今でもすごい人気ですよね、フリービーというかね、で当時はまあ外国の方が作ったこう、まあ、天使の羽とかですね、悪魔の羽とかいろいろあったんですけど、まあ、とりあえず天使の羽をつけてですね、天使みたいな格好してたんですけど、その時に、まあ、隣 の、まあ、かすみさんっていう、ね、ティアラっていうお店があったんですけど、そこのかすみさんが、はいはいはい、神様みたいねって言いながら言われて、とんでもない、私は神様だよっていう話をしながらで、まあ、そのいろんな分野に神様枠ってあるじゃないですか、あ、将棋の神様とか、はいはいはい、ね、いろんな、ま、有名な方々がいるんですけど、私全然そんなんじゃないんですけど、とりあえずセカンドライフにはまだ神様枠はないだろうと思って神様枠美味しいなと思って、とりあえず自称で言ってたらいつの間にか定着した感じですね。神様ですよね。いやいや、もう本当にセカンドライフの中の神様って言ったらば、やっぱり中戸さんと多分誰でも思うんじゃないかなぐらいの、本当に私もね、なんで神様か知らなかったんですけど、みんなが神様神様って言うから、私も神様なんだみたいな、そうなんです、いつの間にか、うん、いつの間にか、やっぱり早く入る特権ですよね、これはね。早く始めた人たちしか、このね、なんとか枠を取れるわけじゃないんですけど。そうなんですよね。
その今でも新しい、ただ新しい人がね、私がね、神様って呼ばれてるのを見て、え、あんた神様って呼ばれてるの W とか言われますけどね。いや、やっぱり今日も羽つけてこなきゃよかった、つけてきた方がよかったですかね。もうほとんどあの衣装どっか行っちゃいましたからね。昔の ね、あの、ジャパネット高田社長のアバターとかね、いろいろありますけど、ね。あ、そんなのあったんですか、まあ、そんなのいいんですけど。それは知らなかったです。いやいや、まあそれで、まあそんな感じですよね。はい、なるほどね。で、そこから神様が始まって、でも、あの、まあ、ただに、あの、なんていうんですか、神様だって言ってるだけでとどまらず、いろいろな活動をされてましたよね。本当に、あの、去年、おととしあたりから、あの、2007年からあたりにも、もうすでに、あの、いろんなイベントを始めた。結構、イベントとしては結構先駆けだったんじゃないですかね。そうですね、その、せかこれがですね、あの、はい、まあ、ファッションショー、をやろうという、はい、なんか住民さんからの声かけでですね、はい、あの当時うちの市民にそのリトルヘブンさんとか、はい、あの、まあ、本店構えてたので、はい、まだね、うん、はは、うん、リトルヘブン発祥と言ってもいいんじゃないですかね、まあ、秋葉原に店があったと思うんですけど、はいはいはい、まあ、大きい店構えたのは本店がスリングだったんですね、はいはい、そうですね、そこから一緒に始めた感じだったので、まあ、クラブカヤとかね、はいはい、そういう人たち、まあ、今ブラックレーベルとかもありましたけど、その今もそこまで言うとケイラウンジとか、うん、ちょっとね、そこまで言うと全部言わなきゃ叱られるんでちょっとここで止めておきますけど、いや、そのリトルヘブンがあったんで、あとラマユとかファッション系のものがあったので、じゃみんなでやろうということでやって、もうドキドキですよね、初めての経験なので、はいはい、やはりセカンドライフのその限界の人数制限とかもあるので、うん、はい、もう落ちないかみたいな感じでね、そうですね、もうマニュアルもそれ、まあ、そこの時はないですし、うん、そういえば2007年の時もすでにあの2つのチームでやってましたっけ、あの時はまだ 1チームでしたっけ、ですね、最初北陸チームでやってですね、あの、はいはいはい、まだ 2,3 チームしかない時に、はい、で次からこれはちょっと人数的に、要するにスタッフで30人ぐらい行ってしまうと、これはイベントとしておかしいだろうということで、なるほど、2回目が春に1回目あって、2回目夏で水着やった時にすでに2チームで2チームでやる、そうですね、で、いろんなところで中継させていただきましてね、いやもうでもあれですよね、あの2チーム使っても、ま、満杯でしたよね、もう人がいっぱいで動きが取れないみたいな感じで、そうですね、で今年、あ、去年ですね、2008年の後ろに、まあ、リハーサルの風景の看板がありますけど、はい、画像がありますけど、この時はさらにあの SL で活躍されてるミュージシャンの方々と、うん、ファッションショーとの融合ということで、タイムスケジュールとかですね、あの、まあ、断じて遅れてはならんということで、うん、まあ、あのスリリングな感じでしたけど、非常に面白かったですね。だからスリングってわけじゃないですよね。そうなんですよ、スリングはスリリングっていう、あの、僕がメイド服着た看板とかあったんですけどね。そういうんですかね。知らなかった、見たかったな、それ。今度はそれ見せてくださいね。ちょっと見ると気分が悪くなるかもしれないですけどね。もう神様は本当にノリでいつもねやられてるんで、いやなんか神様っていうイメージじゃないけど、なんか神様なんですよね、これセカンドライフならではですね、本当にね、そうですね、スクリプトも何にもできないのに天才スクリプターとか言ってますからね。そうだったんですか。だったら結構皆さん聞いてくるんですけど、全然知らないから分からないから答えられないっていう大変なことになってますけどね。いやいや、でもやっぱりね、あの、なんていうんですかね、このセカンドライフの中ってすごく不思議なのは、周りに言われると何かできるような気分になっちゃって、なぜかできちゃったみたいな、そんなことってあるんじゃないですかね。そうですね、結構ですね、うん、そのなんていうんですかね、まあ、リアルの世界では肉体的な限界があると思うんですけど、うんうん、その思いの心の部分が実現早くできちゃうっていうのがありますね。そのまああの、よく言うんですけど、その、うん、なんていうんですかね、今教授が東京にいられると、教授と私仕掛けにいる、ね、はいはい、私が喋ってるっていうこと自体でも、その距離と時間を超えてますんで、時間と距離を、すごいですよね、超えるツールですよね、不思議ですよね、
いやもうこのね、時間と距離を超えるツールっていう概念をもう最初の頃からもうね、神様はもうね、こう目をつけて、もうすごいね、勢いで、うん、要するに人類の発展の中に、進歩の中に、うん、進化の中にですね、うん、そのなんていうか、車にしても飛行機にしても電車にしても全部時間と距離を超える発明が、そうですね、現代の文化作ってると思うので、うん、なるほど、まあ、その延長線上にあるのは間違いないなと。なので、まあ、今ブームだ今下火だ言うても、そんな長いスパンで見れば確実に広まっていくのは間違いないですね、うん、いやおっしゃる通りですね、うん、でも神様もね、まあ、神様としていろんなことされて、まあ、いろんな面で注目を浴びているけども、まあ、楽しいことばっかりではなかったと思うんですけど、大変なこともあったと思うんですけども、なんかでもって苦しいこととか、ね、はいはい、よくですね、私 SL もうやめますっていう IM が来たりするんですでその時に僕が何て答えるかというと、はい、何言ってるんだと、うん、甘えるなと、みんな我慢してやってんだって言ってますからねみんな嫌々やってんだからお前も我慢しろみたいな、まあ、そんなことはないですけどねいやでも必ずね、何やっても波がありますからね、楽しい時もあれば辛くもなる、ね、うん、セカンドライフって本当にね、まあ、セカンドライフだけではないんですけど、この仮想世界っていうのはやっぱりいろんなことあって、でその中で学んでいくこともたくさんありますから ね、 そうですね、今やってらっしゃるユーザーさんはやっぱりその、うん、初め僕らにしてもまだ3年なんで始めたばっかりなので、要するにリアルがこれかになってる感じの方多いので、じゃなくて、まあ、将来的にはやっぱりそのさっき の、 僕らの生活の上の利便性の一つの道具だと、うんうん、ツールだ、便利なツールだっていう風に感じたとしたら、別にやめるとかやめないとかいう問題ではなくて、必要な時に使うっていう感じになっていけば、そ う、ね、そうすればそうね、うん、結局秋がやっぱりね来ますんで、はい、なんかあれですよね、だから携帯やめますかっていう世界ですよね。そうですね、うん、そうなんです、もう携帯で持って友達から電話かかってくる、うん、携帯やめますっつって別の携帯買ってたりとかね、番号変えたりとかね、 そんなもんなんで、結局はね、便利だったら使ってしまう、また逆に使うのは一つね、そのままになるということで、まあ、やっぱり、ね、これからもね、このセカンドライフ、時間と距離を超える、まあ、ツールという、もう本当に神様のね、神様らしい言葉なんですけど、はい、まあ、いくら時間と距離超えても、その外国の人来ても私ハローって高値で売ってるだけですけどねあんまり超えても意味がなかったっていうね、いや、いやそんなことはないですが、もうグッバイみたいな、グッバイ、いやでもコミュニケーションの、ね、取り方自体もこの3次元空間で変わるんじゃないかなと思ってますけどね、このジェスチャーとかね、やっぱり一発目のギャグとか、やっぱ外国の人でも結構受けますからね、これね、言葉じゃなくて本当に変なものが受けたりしますけども、そうですね、なんか私あどうぞ、いや取り留めないことなんですけど外国のお店屋さん行ってボイスで歌ってたら、うん、中戸さん言われて囲まれたことありましたよね素晴らしい You are funny You are funny 中戸さん言われてましたよね、もう本当に神様しかできない、これは修行ですねそれがまあ、一つの修行だというところでしょうかね日々修行でございますわ、修行修行、いや素晴らしいちなみに最後にですね、まあ、時間もなくなってきちゃったんですけども、はい、最後に今後長い目見たとき将来どうなるかと、もう神様のですね、この将来像っていうのをですね、ぜひともお聞きしたいなと思ってたんですが、そうですね、まあ、今言ってましたけど、うん、まあ、長い目で見たらそのね、その進化形態の中の一つの過程の中に入ってると思うので、まあ、はいはい、浮き沈みはありつつ、まあ、いろんなメタバースも今できてますから、うん、まあ、皆さん徐々に慣れていくんじゃないかなと。まだ僕らの地域ではウェブでさえ慣れてない田舎のおちのおばちゃんが多いのでまあ、それは今しょうがないかなと。ただ今の子供たちが大人になった時に、うんうん、携帯みたいになきゃダメだっていうものになってるかもしれないので、うん、そうですね、まあまあ一応この中でしばらくやっぱり遊んでたいなっていう感じですね、うん、それまでは、はい、そのうちね火星とかにもつながるとかってもおっしゃってましたもんね、そうですね、例えば火星に植民都市ができたりとかしたら、う
明日ちょっと東京に地球の本部で会議やわ言った時にロケット飛ばしていったら経費かかるんで、うん、まあやっぱり事故を電子の中にこの投影事故を投影したものを地球へ送り込んで、うん、そこで会議させるっていうものが、うん、そのテレポーテーションの手前で一個必要だと思うので、なるほどなるほどなるほど、なんかまあそれは当然そういった意味での流れの一つだと思いますね。今はその源流に今いると我々は。なるほど。いやなんかこれね、そういう源流でもってこういうふうにね遊べるっていうのは逆に言ったら光栄なことですよね。そうですね、これを楽しみたいですね。でやっぱり、うん、源流だからこそリンズさんのイベントでビキに来て半周のレース水着レースで3周して踊ってたみたいなまあまあ、 だから許されるというか、はい、もう何でもありみたいな感じでいや本当に、いやいや、もう本当ありがとうございます。今日はお忙しい中ね来ていただきましたけども、はい、神様、こんな気さくな方で神様と言われてながらも本当に何となくそう親しみの枠、そういうような感じでもって皆さんとでね一緒にやっていただいているので、これからもいろんな活躍楽しみにしてますし、また今年も、はい、セカコレまた楽しみにしております。何でしたっけセカコレって。なんで、あ、まあまあまあ、まあ、そんなのありましたね、みたいな。あれか、みたいな。あ、ごめんなさい。はい、よろしくお願いします。じゃあ、どうも本当今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。また、はい、また、拙い話でしたが。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。